さあということで今回も星のカービィトリプルデラックス遊んでいきましょう。クリアパーセント的には 71% まで上がってきましたが、前回一応ストーリーモードのラストのステージかなと思うんですけど、そこだけを残した状態で次に進もうかなというそんな感じではありましたが、一応ですねあれからレアキーホルダーの方を回収してきました。なので254個まで上がっております。でですね、おそらくパッと見あとこの2つだけなんですよね、空きが。なので予想ではありますが、そのラストのステージに1個あって、でなんかコンプしたら入ってくるのが1個あるっていうのや、多分 100% にした時にもらえるとか、多分そんな感じじゃないかなと予想しておるんですが、なのでとりあえずね、残ってる最後で思われるステージは最後にやりましょうということで、今回はファイターズですね、カービィファイターズ、こちらを遊んでいきましょう。おお楽しそう。コピー選べるんだ。へえ、難易度とかもあるんだけど、普通でいいかな。あまり見栄を張りすぎると、やられそうなんで。まあ、どうしよう。ソードでいこう。おお、なんかスマブラのシンプルみたいな、そんな感じでいいのかな、解釈的には。やばいやばいやばい、待って、意外とグイグイ来る。意外とグイグイ攻めてくる。はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。オッケー。圧勝なんだけど。まあ、初めからね、つまずいているようではってところですよね。頑張りましょう。勝った遠距離系だね。いろんなコピー能力と戦っていくみたいな感じですね、おそらく。で、感覚的にはこのなんか、スマブラっぽく本当やった方がいいかもしれないね。うん、一緒と。あ、やばい、取られた。OK、倒しました。ありがとうございます。おー、ダブルビームか。怖えな。あ、いいですね、BGM が。じゃあ、回転切り。わー、マジか。回転切り。お、クラッコさん、クラッコさん。クラッコさん出てきた。出てきよった。よしよしよし、オッケーオッケー、いいよいいよ。うわ、無敵状態になってる、向こうの方で。待って。あー、なんか、仲間割れでもないけど。これはなんですか?これなんですか?オッケー、倒した。倒したけど体力がちょっとやばいですね。わーってこずってしまった。パロスルとファイターか。とりあえず人数減らしたいかなーってところでしょうか。あ、みんな下来た。じゃあ戦っててよ。なんかどうやらみんな当たり判定あるっぽいんで、潰し合ってもらおうか最初。いやいやいや、勝ちたいんで。あ、これ強いんじゃない、これ強いんじゃないって思ったけど、そうでもない。あれを取るぞ。わー、待って、なんか持っちゃった。怖い。オッケー。うわ、マジか、ダメか。うそー。やられたんだけど、ちょっと。ああ、こっからできるんだ。よかったよかった。完全にはめましたね。勝ったわ。これは勝ったわ。やった。ありがとうございます。あ、マジか。これは取らせない。危ない。はい、オッケー。
5戦目。おお、トリプルスナイパー、怖すぎる怖すぎる。人数減らそう、とりあえず。あ、ステージここなんだ、いいですな。待って、みんな遠距離なのが、遠距離系なのがきつい。え、何これ、真っ黒クロスケみたいな。あ、デデデさん、こんにちは。アイテム取ろう。いいよ、なんかデデデに当たってる気がしたけど。まあいいでしょう、まあいいでしょう。わあ、ワードルディが入場しました。ありがとうございます。はい。はい。爆弾怖いな。とりあえず、芋だけ食べて。うわ、マジで、怖い。怖いって言いながら、なんか俺だったね。多分俺だったね、今の。はい。でも倒せそう。いけそう。オッケー。残り2戦だから、そろそろもう、最後っぽいかな。わー、みんな違う感じか。で、なんか多分ラストに、とっておきのやつがいるみたいな感じだろうね。よっしゃ、頑張ろう。とりあえず1体倒したけど。うわ、これ勝ちたいな。勝ちたい。絶対勝ちたい。うわー惜しい。いける。勝てる。一人やり。あ、やった。明らかにとどめ俺じゃないんだけどな、今の。というわけで、おそらくラストですね。うわー、なるほど。自分自身の使っている能力と戦えというわけですね、ラストは。シャドウカービィ。俺もやりたかった、今。待って、俺もやる。オッケー。いいよ。当ててこ、ちゃんと。え、強い。普通に強いんだけど。いや、エナジードリンクは選んぞ。シャドウカービィも体力半分って扱いなんですかね、取ったら回復。だとしたらやばいよ。だとしたらやばいから。よし、これは当てていきたい、しっかりと。あー、取られた。しまった。いいよ。これ強いからやっていこう。回転切りも決めていきたい。回転切り。わ、やられた。逆にやられた。やばい。勝ちたい。わ、やばい。はい。取ろう。オッケー。はい。いやー、きつい。なんとかアイテムで繋がってる。うわー、やばい。はい。熱すぎる、これは。オッケー、いける。あぶねー。勝った。強すぎる。めっちゃ時間使ってる。ありがとうございます。まあ、クリアできればいいんですよ。なるほどね。こういうのがあるというわけですね。では次に、大王のデデデデデン、いきますか。これはですね、一応エクストラ以外はゴールドランク取ってきてるんだけど、まあ、軽く、どういうゲームなのかっていうのを、まあ、紹介がてらやっていきましょうか。まあ、本当にタイミングゲーですね。デデデがリズムのやつで飛んでくるので、こう、移動したり、ジャンプとかね、したりして、コインを取っていくと。で、この中ジャンプをした後じゃないと、また大ジャンプね、
した後じゃないと、大ジャンプができないっていう仕様になってるので、そこだけ気をつけながらコイン回収をしていけば、基本的にはね、ゴールドはね、取れるんだけど、ただね、今、だいぶ適当にやってるので、取れるか心配です、このプレイで。いや、でもいいよね、BGM が。おなじみな曲だよね、もう。で、基本的にゴールドランク取るには、コインは全部回収しないといけないって思っていただいて大丈夫だと思うので、まあ、こんな感じですね。あとは残りの時間とかも、スコアに関わってたりするので、まあ、できるだけ早めのゴールが、あとはミスしないって感じかなと思います。あ、行けましたね。よかったです。では、続きまして、レベル2、激突グルメレース行きましょうか。いいよね、もうこれも。いろんな場所で聴くようになったよね、なんていうか、この曲は。他の曲もそうかもしれないけど。で、若干動く足場とかもね、登場してくるから、注意だね、そこだけ。ちょっと間違えたね、今。今のはね、勢いつけないで、もうそのまま流れで取るのがゴールへの道なんだけど、まあ別に軽くやってるだけなんで、まあコインだけ取れればいいかなぐらいのノリでね、やっていきます。中ジャンプ、大ジャンプ、大ジャンプ、小ジャンプ。で、中ジャンプの大ジャンプからの回収、大ジャンプからの回収。オッケーオッケー。ここがね、結構ね、俺やってるとき失敗した。最後のは、もう誰もがわかると思いますが、一番もったいないやつです。意外と一番やっちゃいけないことなんじゃないのかって感じだね。まあでもこのくらいミスしててもシルバーはいけるんで、まあ、そこまでね、難しくないんじゃないかなって思います。プレイでは取れなかったけどね。では続きまして、大王のテーマいきましょうか。これはね、いけるかわかんないです。結構ね、そこそこやったので、あ、ごめん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 。ちょ、ボタンミスったか、単純に今。さあ、気を取り直してやっていきましょう。なんか、さっきのテンポで、慣れちゃってるから、怖いんだけど。はい、はい、はい。いいよ、ジャンプ。ジャンプ。あー、しまったな、今。今のはね、一気に行くのがコツですね。よいしょと。こんな感じで行けるとね、綺麗なんだけど。踏み外しましたね、今。オッケーオッケー。よいしょと。あ、しまった。よかった。よいしょと。そしてコース自体も長めな感じですね。まあ、こんな感じですね。多分これはシルバー。さあ、ということで、異空をかける旅人。本番だね。これ何にも知らないから、すごい怖いんだけど。とりあえず、失敗していいから、やりきる。まずは。覚えていく。まずはね。一発クリアはね、ほんと、超人レベルじゃないと無理だと思うので。おとげってそういうもんですよ。覚えていくところから始まるもんなんで。まあ最初はできなくてもいいので。まあできなくてもいいけど、
このミスはダメなやつだね。よあ、しまった。あ、マジで。そうか、そこダメか。こうやってね、覚えていくんだよ、最初って。これが楽しいんだけどね、音ゲーとかリズムゲーって。今のは通過しちゃダメか。タイム短縮できるかなって思ったけど、ダメなのかな、今の。あー、一応ゴールできたけど、どうだろう。ボロボロだったなー、結構。あー、それでも一応シルバーはいけるんですね。まあ、とりあえずはコインのコンプリートだけは頑張ったんだけど、スコアどんなもんなんだろうねー。あ、やったやったー、できた。なんか裏打ちでもね、加点に入るっていうことは知ってるんですけど、やるとね、俺タイミング狂っちゃうんだよね。裏打ち縛りでなんとかいけましたよ。ありがとうございます。いやー、いけてよかった。いいね、完璧。完璧じゃないかもしれないけど、おー、パーセント的には73ですね。ちょっと上がったってことはやっぱり意味のあった感じかな。というかマークついてますね。ってことはやっぱ意味あったんかな。カービィファイターズでもこれつくと考えると、他のコピー能力でも同じことをしていくみたいなことが考えられそうですね。ではデデデデゴーやっていきますか。そろそろ格闘はね、最後に残しておこう。次だね、最後ではないね。多分ね、デデデを使って、トリプルデラックスのワールドを駆け巡っていきましょうみたいな、そんな感じだと思うんですよね、予想としては。おう。デビューしちゃったか？ステージを飛ばして進める。なるほど。あくまでこれは攻略というかは、タイムをなんか競うみたいなね。そんなコンセプトでしょうね。デラックスのボスが登場。マジか。わあ、すげえ楽しみ。おー、もう懐かしいね。もうすっかり、おなじみではないかもしれないけど、最初に来たところだね。ここで操作説明を学びましたね。